どうも皆さんこんにちは。今日も映画の感想をお届けする親愛なる隣人、うく主のヨッシーです。お前はどっちかというと地獄からの死者の方ではないかと、ゆっくりの霊夢です。あなたが映画を見ている時に、隣に座ってるのは僕かもしれませんよ。いきなりホラーにするのやめろ。というわけで今回紹介する映画はこちら、スパイダーマン、ホームカミング。MCU のスパイダーマンね。マーベルコミックのスーパーヒーロー、スパイダーマンを主人公としたマーベルシネマティックユニバースの第16弾で、クモに噛まれたことでスーパーパワーを得た少年ピーター・パーカーが、アベンジャーズが倒した敵から危険な武器を作る武器商人たちを追っていく物語だね。監督はクラウン、コップカーのジョン・ワッツ、出演はトム・ホランド、マイケル・キートン、ロバート・ダウニー・ジュニアなどでございます。はい、というわけでスパイダーマン・ホームカミング、来年頭に公開予定の最新作、ノーウェイ・ホームに備えてやっていきましょう。MCU 初のスパイダーマン単独作ね。当時スパイダーマンの MCU 参戦が決まって盛り上がってたのが懐かしい。本来スパイダーマン関係キャラクターの映画化の権利を持ってるのはソニーで、ディズニーが制作してる MCU には登場できないキャラだったんですよね。当然コミックの方ではアベンジャーズのヒーローたちとたびたび共演してるんだけど、映画ではそれができないのはファンとしては悲しいところだったんですが、シビルウォーキャプテンアメリカでついにその夢が実現し、みんな大好きアイアンマンとの共演で MCU 単独作デビューを果たすという、まさにマーベルファン待望の一本ですね。最近トム・ホランド主演での新三部作の制作も決まり、ますます重要になっていくであろうスパイダーマン。その記念すべき一作目がどうだったのかを振り返っていきましょう。ご存知の人も多いと思いますが、スパイダーマンはこれまで2つの映画シリーズがありましたね。トビー・マグワイア主演のサムライミ監督による3部作と、アンドリュー・ガーフィールド主演、マーク・ウェブ監督によるアメイジング・スパイダーマンシリーズの2作ね。個人的にはどちらのスパイダーマンもそれぞれの魅力があって好きですね。で、3代目にあたるトム・ホランドのスパイダーマンはどんな高校生かというと、まさに MCU だからこそのキャラ造形となったスパイダーマンですね。過去の2人のスパイダーマンはそれぞれの世界で唯一無二のスーパーヒーローだったけど、MCU ではすでにアベンジャーズをはじめとする多くのスーパーヒーローがいる世界で、スパイダーマンはその中でまだ若く未熟な新米ヒーローという位置づけになってますね。アベンジャーズのヒーローたちの平均年齢結構高めだもんね。そんなおっさんヒーローがたくさんいる中で、歴代でも最も若く無邪気な少年として描かれているのが MCU のスパイダーマン。初登場になったシビル号でも短い出番の中でその特性がある程度描かれてたわね。本作の冒頭ではそのシビル号の裏側ではしゃぎまくってたピーターの姿が描かれてて、あの大真面目なヒーロー喧嘩祭りをギャグにしてしまうスタートですね。他のヒーローたちがマジで戦ってる中でこんなことしてるってまさに子供ね。今回のピーターはスーパーヒーローという存在に憧れる本当に無邪気な少年なんですよね。それゆえにこれまでのスパイダーマンたちにあった大切なものが欠けている存在でもある。MCU のスパイダーマンっておなじみのオリジンストーリーが詳しく描かれてないんですよね。ピーターがクモに噛まれてスーパーパワーを手に入れ、ベンおじさんが自分の無責任な行動で死んでしまい、大いなる力には大いなる責任が伴うということを学びヒーローになるおなじみの話ね。作中でも似たようなことがすでにあったことを暗示する場面はあるけど、詳しくは描かず大胆に省略してるんですよね。もちろんここはサムライミ版とマークウェブ版がすでにしっかりと描いてるからこそはしょれるというのもあるけど、これがなかったからこそ今回のピーターはまだ大いなる力には大いなる責任が伴うということを知らない、真の意味ではまだスパイダーマンにはなっていない存在ということになる。そしてホームカミングはまさにその大いなる力には大いなる責任が伴うということを、おなじみのベンおじさんのエピソードとはまた違った形で学び、ピーターが本当の意味でスパイダーマンになる物語になってますね。今回の少年ピーターを描く上で重要なのが大人のキャラクターたち。ここは監督のジョン・ワッツの作家性が生きてるところですね。ジョン・ワッツってこのシリーズ以外だと聞いたことない名前ね。MCU はあまりメジャーではないけど映画の題材に合った監督を選ぶことが多いからね。ジョン・ワッツもスパイダーマンを監督することになるまではあまり知られてない人だったと思うけど、そこはさすがの MCU と呼べきか。今回のスパイダーマンにぴったりの監督と言っていいでしょう。彼が監督した作品はスパイダーマン以外だとクラウンとコップカーの2作。これらの作品に共通してるのは、子供たちが大人の強さ、怖さを体験するというところだね。ホームカミングもまさにピーターが大人たちの強さや怖さを体験する話で、その怖い大人となるのがマイケル・キートン演じるバルチャーことエイドリアン・プームス。特にクライマックス直前にあるピーターとプームスが車で会話するシーンがまさにそれで、ピーターを脅す時の大人の怖さが本当に素晴らしい。
ここはマイケル・キートンの演技力があってこその名シーンですね。昔はバットマンだった人がスパイダーマンのヴィランになってるのも面白いよね。しかも同じ鳥系のキャラだし。他にも大人のキャラといえば当然トニー・スターク。本作だとピーターにとっては経験豊富な先輩ヒーローでもあり、同時に父親のように彼を見守ってる存在になってるね。性格があれだからわかりにくいけど、遠くにいてもピーターのことを心配してて何かあったらすぐ助けに来るところがいいよね。ピーターからは何もわかってくれてないように見えてちゃんと全部見透かしてるところが大人の強さって感じだね。トニー自身もこれまでに色々やらかしまくってるところがあるけど、だからこそ先輩ヒーローとして説得力のある存在にもなってるね。あとドナルド・グローバー演じるアーロン・デイビスという駐車場でピーターに尋問されてたキャラもいたけど、あの状況でもピーターを一瞬ビビらせたところにも大人の強さを感じましたね。パッと見モブキャラっぽかったのに結構印象に残ってるよね。ちなみにこのアーロン・デイビスというキャラクター、コミックだとプローラーというヴィランになるキャラでもあるんですよね。スパイダーバースにも重要キャラとして登場してたね。しかも一個が別のスパイダーマンであるマイルズ・モラレスだったよね。さりげなく MCU でのマイルズの登場フラグがとっくに立っていたのは気になるところ。いつか二人のスパイダーマンの共演が MCU でも見られるかと思うと楽しみですね。スパイダーマンといえばやはり青春描写。この点に関しては過去のスパイダーマンたちと比べて最もしっかりしてると思います。歴代で一番若いピーターだけあって学園描写も多めだったよね。同じ学校の仲間たちも魅力的なキャラクターが多い。一番はもちろんピーターの相棒となるネットだね。MCU の太っちょキャラ大体可愛いもんね。ピーターのいじめっ子としておなじみのフラッシュも今までとちょっと違ったキャラになってて、今までだと典型的ないじめっ子キャラで最終的にはパワーを得たピーターの単なるやられ役だったのか、嫌な奴だけど決定的な敵というわけではない。なんとも微妙な関係がちょっと面白い感じですね。結構ピーターが原因でひどい目にも合わされてたりしてて面白いよね。次回作だと地味にスパイダーマンのファンになってたりしてるし、ノーウェイホームで彼の正体を知ったフラッシュがどんな反応をするのかもちょっと楽しみだったりします。他にも学園描写、青春描写がいちいち楽しい作品で、監督の腕はもちろん演じてる役者陣の魅力がよく出た作品ですね。全体的にはとてもよくできてるとは思いますが、終盤あたりにちょっと不満点がいくつかありますね。一番引っかかったのはピーターの失敗からの成長の部分で、作中で問題になってるのはピーターが後先考えずに突っ走った結果、関係のない人たちを巻き込んで危険な目に遭わせてしまったことなんだよね。そのせいでトニーにスーツを没収されたわけだしね。その失敗から学んで今度は周りを巻き込まないように考えて戦うとかなら良かったんだけど、結局終盤の戦いも後先考えず突っ込んでピンチになってるし、しかも一歩間違えたら今まで以上の大惨事になりかねない状況にまでなってて、結果的にはそれはなんとか防げはしたけど、正直スーツを没収されるまでと何が違うのとは思いましたね。確かに結果オーライだった感じはあったわね。多分この映画でのピーターの成長というのは親愛なる隣人スパイダーマンになるということなんだと思う。トニーとプームスという二人の大人からいろんなことを学び、世界を守るヒーローではなくまずは身近なところを守る親愛なる隣人になる。そこに綺麗にキャッチさせているのはうまいと思うんだけど、子供ゆえの無鉄砲さには何かしらのアンサーが欲しかったところですね。あとこの輸送機でのアクションシーン、全体的に暗いし動きも激しくてちょっと見づらいのは気になったかな。MCU でアクション見づらいはちょっと珍しいよね。他のところのアクションは文句なしなんですけどね。今回はトニー製のスーツだからいろんな機能が楽しめるガジェットとしての面白さがあるし、戦闘中とかにピーターが常に落ち着きがなく喋りまくってる感じとかもすごく好きです。アンドリュー・ガーフィールドもそうだったけど常に落ち着きなく喋ってるのがスパイディっぽいよね。あっちは敵をおちょくってるような感じでしたけど、トム・ホランドの方は余裕のなさがより伝わってきていい。なんか常に叫んでたり自分のやってることを口に出してたり、この感じはなんかすごいわかるって感じでした。この辺もまだまだ未熟なヒーローなのがわかるところですし、この少年ピーター・パーカーを演じたトム・ホランドは、キャスティングも本人の演技力も最高にハマってたと思いますね。歴代最高のスパイダーマンと言われるのも納得ですし、僕自身も一番好きなスパイダーマンです。とまあそんな感じで、ちゃんとスパイダーマンらしさを出しつつも、MCU の一員として見事にチューニングして魅力的なヒーローにしてみせた素晴らしい作品だったと思います。ぜひノーウェイホームに備えるためにもご覧ください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。